はい、バンク編です。ただいまですね、丸岡藩砲台跡を来ております。こっからちょっとですね、ちょっと先なんですけども、ちょっと今から丸岡藩砲台跡行きたいと思います。今ちょうどですね、雨が小降りになってきたんで、ちょうど今のチャンスなんで、ちょっと行きたいと思います。これもうちょっとするとですね、あそこ行けるんですよ。何でしたっけ？東尋坊近いんですよ、ここ。丸岡藩砲台跡。すごい、なんだろう、水の、海の音が半端じゃないですね、これ。大荒れですね。その中をタイヤマム君行くんですよ、これ。いい度胸してますよね。誰もこんなとこ絶対来ないですよ。わ、荒れてるな。すいません。うわ。あ、よいしょ。雨はちょっと。これね、すぐ使うんですよ、これ、皆さん。うわ、うわ。これがですね、砲台なんですよ。皆さん見えますか？おおお、これが砲台です、これ。ちょっとこれ、吹きますね。砲台なんですよ、丸岡藩砲台。こんな感じで砲台に守られてるんですね。これもう明治維新の頃の話ですね。こっちからこう見えますね。もう傘も完全に破壊されてます。これですもん、半端ねえわ。これ砲台あと、すげえ荒波です。ですね、もうこれからもう戻りたいと思います。丸岡藩砲台跡からお送りしました。どうもありがとうございました。